世界アジア東、アジア日本南西諸島八重山列島新城島、新城島両島の空中写真国土地理院の地図、空中写真閲覧サービスをもとに作成。沖縄本島と八重山列島の一図新城島は、沖縄県八重山郡竹富町に属する八重山諸島の島、上地島及び下地島の二つの島の総称である。離れた二つの島からなることから、 八重山方言で、離れを意味するパナリ、またはパナリ島とも呼ばれる。なお、下地島については、宮古列島にも、同名の下地島が存在する。新城島は、西表島の南東約7キロメートル、石垣島の南西、約23キロメートルの石西小湖に位置する。上地島と下地島からなり、2島の間は、 約420メートルあるが、東側はリーフでつながっており、大潮の干潮時には、リーフの一部が水面上に現れて、歩いて渡ることができる。上地島は、東北から南西方向に細長く伸びた島で、同方向の長さが約2.5キロメートル、最大幅が約0.7キロメートル。大部分は森で覆われている。集落は、西海岸中部にあり、 2001年時点で26個の家屋が残っていたが、常時住んでいる人口は10人未満である。下地島は南北方向約 1.3km、東西方向約 1.5km の略半円形の島である。集落は減損しない。かつての集落は北部に位置していた。現在は牧畜業が営まれ、外周部の森と海岸以外は、 全体が肉用牛の牧場になっている。下地島に滞在しているのは牧場の管理人のみである。全域が入り表伊垣国立公園に含まれる。島周辺はかつての南西諸島におけるジュゴンの最大の生息地の一つであったとされる。新城島ではジュゴンの捕獲が許可され、その星肉を人頭税の一部として琉球王府に建納していた。現在では 沖縄本島近海以外では、ジュゴンは絶滅したと考えられているが、新城島近海での目撃例もある。八重山列島の他の島と同様に、野生化したインドクジャクが繁殖していたが、2006年から2009年にかけて集中的に駆除された。なお、住民基本台帳の基礎となる、住民登録上では住所を新城島に置いていても、実際には、 石垣島や西表島にも家があり、新城島との間を行き来している人が多い。新城島出身者の共有会が石垣島島にあり、祭りの時期には島の出身者が戻りにぎわいを見せる。かつて新城島で制作されていたパナリ焼きの壺。17世紀琉球王国第二直し時代の作。東京国立博物館所蔵。 清州8年に朝鮮のチェジュ島の漂流民3人が与那国島の島民に救助された際、波照間島の次にボッツの石間に護送されたとあり、これが新城島のこととみられる。漂流民らによると、波照間島からは一昼夜で着き、島は平坦で2日ほどで一周できた。民家は40個余りで男女共に青い玉を腕輪や足輪としていた。また、 キビ谷は麦が栽培されていたが、米はイリオモテ島で入手していたという。近世諸島には、琉球王国の二島、六切りの内黒島に属し、1628年に三県、節に再編された後は、石垣間切りに属した。水田がないため、島民はイリオモテ島の早見村に船で通って、工作を行った。1893年に、 八重山列島を訪れた笹森義介は、入表島、ハエミ村の東の海岸に、新城島や黒島の農民の小屋が数軒あり、数十人がいると記録している。なお、ハエミ村は1920年に廃村となったが、1938年から入表島への入植が始まり、大原集落が形成された。第二次世界大戦の沖縄戦では、新城島民は、 大原集落への疎開を命じられたが、同地でマラリアにかかるものが多発し、1945年には、島の人口255名中、24名が死亡している。下地島では1953年6月6日に、大原中学校下地分校が、1954年4月5日に、 大原小学校下地文校がそれぞれ廃校となり、1955年頃から西表島や石垣島への転出が増加した。そして、1962年8月に最後の住民が上地島に移転して、下地島は廃村となった。1965年10月1日には、パナリ牧場組合が黒島から下地島に黒毛和牛を移入し、 下地島全体を牧場として牧畜を開始した。この牧場は2002年にパナリ牧場からヤイマブリーダーランチに経営が移譲されている。2010年の黒毛和牛の使用頭数は254頭。上地島では1963年に上地中学校が大原中学校に統合された頃から子供の中学進学とともに島民が一家で島を 離れるようになった。1975年2月23日には、長年望まれていた、入表等からの海底送水が実現したが、同年3月に過疎化のため上地小学校は廃校となった。1988年3月22日には、海底送電が開始され、1日15時間の制限給電から24時間給電になった。前日の通り、 2016年現在では、島の人口は住民基本台上でも15人にとどまっている。新城島観光やパナリ島観光等が自社や安佐海観光の船舶を利用した石垣島等からのツアーを再行している。また、西表島からシーカヤックでのツアー等も行われている。なお、2005年3月に、 イリオモテ島からのシーカヤックツアーのキロでガイドを含め3人が死亡する事故が発生している。2009年には首脳ケリング中の死亡事故も発生している。新城島への年間入域観光者数は2008年まではおおむね1000人台だったが、2009年以降は2000人を超え、2013年以降は3000人前後となっている。 年間入域観光客数かつて1972年3月に山張ゾートがオバマ島を拠点に上地島、入表島を結ぶ開発計画を公表。安佐島は農地方により土地の転用ができなかったため開発が断念され、オバマ島及び上地島での開発が行われた。オバマ島にはワイムルブ氏が開業。上地島では 竹富町立上地島小学校跡地及び私有地を買収し、ワイムルブ市の別館として5室の宿泊施設が建設され、一時稼働していた。このリゾート開発は、1984年に石原慎太郎が発表し、1998年に映画化された被災のモデルになったとされる。その後、宿泊施設後は新城島公民館に、 無症状とされて建物は解体され2014年に公民館施設を兼ねた防災施設が完成している。金融機関や郵便局、商店、公衆電話、公衆便所、警察署、駐在所消防署、診療所、信号はない。1975年に廃校になった上智島の竹富町立上智島小学校跡には2014年に 公民館施設を兼ねた防災施設が完成している。鉄筋コンクリート構造を2階建て、建築面積225平方メートルで、1階には集会所、部隊、研修室が設けられ、2階はライフジャケットや食料を備蓄する防災備蓄庫とされている。海抜が4メートルの集落で津波の際の避難場所を確保するため、外階段でつながる屋上は、 海抜13メートルを確保している。上水道、電気、固定電話回線、ブロードバンドインターネット接続4月1日開始が整備されている。携帯電話は AU、ソフトバンクのサービスエリア内であるが、各社携帯電話の基地局はないので一部海岸沿い以外では、携帯電話は通じない。高肉中森国指定史跡竹富町指定史跡。 竹富町指定向け民族文化財新城島には、古琉球から近世にかけての遺跡が多数ある。上地島下地島、新城島には十二の木がある。上地島下地島下地島には八つの木があり、八8木と呼ばれた。1964年に、買い願いが行われて、すべての祭祀が停止しており、1984年以降、各木には、 記念碑が混流されている。上智島港には、来島者へお願い一、無断でお宮に入ったり、勝手に願い事をしてはならない、新城島公民館長と書かれた看板が掲示されている。宇多たは聖域であり、歳子以外は住人でも立ち入らせず、特に男子近世である。願掛けの対象とさせないことも伝統とされる。上智港には、祭児における、 注意事項カメラ等の撮影禁止採取、歌の録音禁止スケッチ等の禁止や間部落外への行動及び単独行動禁止以上4項目を固く禁ずると書かれた看板が掲げられている。空港はない。上地島に球界空輸等のためのヘリポートが整備されている。ありがとうございます。